座り。お留守番よろしく。今日は奥様の車のハスラーのホイール交換をしに岡モータースに行ってきます。運転手は奥様です。よろしくお願いします。というかあんたの車じゃん。じゃーん。今年初めてなんのかな、久しぶりに岡モーターさんにやってきました。で今日は奥さんの愛車ハスラーのオイル交換お願いしてます。で今ちょうど作業中です。エアスト相変わらずね、展示車両が多い。非常に珍しいトレーラーが、これねニワードって言うんですけど、以前ね所有していたトレーラーと全く同じ型。ちっちゃくて可愛い。ミニチュアクルーズたくさん。このハイマーはすげえな、かっこいい。やっぱりねこれぐらいの長さのはまた乗りたいですけどね。ただ街中行くのにすっげえ不便なんですよ。駐車場問題がやっぱあるんで。都会とか街中のコインパーキング置くの考えるとね、やっぱりこの国産のジル520クラスが、国産キャブコンがね使いやすいんですよね。やっぱりジムニーが可愛いな。これが新型で、こっちが JB23 なんだけど、これは中古車なのかな。作業完了しました。じゃあちょっと中入ってお茶いただいてきます。ポチッとな。あ、いただきます。うん、うまい。中潜入します。照明ついてないので暗いんでノイズ乗ると思いますが、このねリア側が固定のベッドになってます。でここがトイレとシャワー、こんな感じ。リビングスペースは運転席と助手席がこうぐるっと後ろ側向いて、で4名掛けのダイネットですね。でちょっとちっちゃめのキッチンスペース。これ下が冷蔵庫ですね。このリアのベッド下がガレージになってるの。これがすごくね、いい。中はこんな感じ。支払いも終わらしたので帰ります。ちょうど昼時なのでお昼食べてから帰ります。で今日はジョイフルでランチいただきます。で金曜日なのでハンバーグ&魚フライ日替わりランチ。お伺いいたします。日替わりランチと、はい、チーズインハンバーグ。チーズインハンバーグ1つ、はい、グツグツ具合がすごいね、美味しそう。でハンバーグとあと魚のフライですね、とご飯と。それではいただきます。お肉汁がすごい、あうまそう。お箸でいただきます。
うん、うまい。ごちそうさまでした。お腹いっぱいです。いやー、うまかった。1052円でございました。じゃあ帰って仕事します。昨日の帰りが少し遅かったので今日は早めに帰宅しました。じゃあ早速いただきます。札幌クラシック。それではいただきます。色合いどうかな。今日は D シネライクで撮ってるので、若干ラット当てて色を触ると思うんですが、いただきます。あー、昨日オフ会参加できなかったので今日はしっかり飲みたいと思います。で、引き続き、今日一日撮影したカメラですが DJI のオズモアクションに、でカラーは D シネライクに設定しています。でマイクはオズモアクションのマイクではなくてロードのワイヤレス GO を、セットして、で胸元にマイク、取り付けて音を取っています。またしばらくはちょっとこの組み合わせで動画撮っていきたいと思いますので、お付き合いよろしくお願いします。というわけで本日の動画は以上となります。ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた。